マガジンチャンネル甘い顔良くても兄弟なぞ絶対興奮しないからなだって想像してみろ兄弟なんだから高確率で自分に超似てるぞうわ変な想像しちゃった私も新先輩と同じ一人っ子だからかそんなに悪い設定に感じませんがどちらにしても前の設定の方がいいと思います まあまだ時間はある次回の打ち合わせまで考えておいてくれ私はバイトに行くああうん絶対脚本今のままのが面白いのにあっ,ってしまった先輩の脚本がすみません大丈夫ただのコピーだから強まあでも設定ちょっといじって採用されるなら。 そんなの絶対にダメですなっえどうしてだって何度も設定変えさせられるうちに結局ボツになったら確かにそれは避けたいね嬉しいけどなんでそんなに肩入れしてくれるのあだって。 こんなに面白い脚本がボツになるなんて悔しいですし何より新先輩と一緒に映画が撮れなくなったら嫌です<笑><笑>しつこいかもしれないけどもう一回言いますねあの時の私の話が告白だったらどうしてました <laughs> ききっと 嬉しくってコードリーしてました。はあ、<laughs> え、え、え、なんか変なことを言った？すみません。だってコードリーって。ちなみにどんな踊りですか？えっとこんな感じ。イエイエイエイイエイイエイ。はははは。面白くて可愛いです。新せ。 君変わってるよ <laughs> シン先輩のが変わってますよあのさ<え>嬉しいんだけど大迫さんってなんで俺なんかが気になってるのマンモス校だし他にいっぱいいい人いるでしょう最初は純粋にシン先輩の文才に惹かれていたんですけどそれだけじゃなくて 私と新先輩って実は結構似た者同士な気がしてるんですはあちょちょっと待って大迫さんと僕とじゃスペックが月とすっぽんじゃないすっぽんいやいやどう考えても僕でしょすっぽんはそんなことあるよ鏡見てよ誰もが振り返る超新美女波の大学生 いや、絶対似てないってだったら似てるかどうかデートに行って確かめてみませんかデートなんて甘美な響きしかもあんな美人と急に始まったな僕の人生このまま順調にお付き合いまで行ってサークルで話題のカップルにえへへへ。<laughs> イチイチすんなその後僕の映画に出てもらって監督と女優が電撃結婚ダメだ妄想が止まらないゴールインただいまおかえりしんだからいつも近いんだってしん話があるから書斎に来いここで言えないの そんな深刻な話はあ分かったぞ実は借金がある宝くじ当たった愛人がいるうんえっとじゃあ隠し子がいるなんちゃってさすが小説家の息子大した想像力だ しんお前には血のつながった妹がいるんだ血のつながった妹